10月11日、愛媛松山空港と台北松山空港を結ぶチャーター便が運航しました。台北松山空港から愛媛松山空港に到着した旅客機には、歓迎の放水アーチが行われました。また、愛媛松山空港では出発の記念式典が行われ、挨拶に立った中村知事は、10年間の思い出が心によみがえった。関係者の皆様に心から御礼申し上げると謝辞を述べました。これに対し、チャイナエアライン日本支社長の蒋明志氏は、今回のチャーター便就航が双方のさらなる交流の絆になると確信している。台湾への旅行が楽しいものになることを祈念していると謝辞を述べました。